皆さんこんにちは、森谷ドラムスクール大阪校講師の石原拓実です。本日は8分音符の3つ割り2ビートフレーズっていうのをちょっと解説していきたいんですけれども、どんなフレーズかっていうと、2ビートって基本的にテンポが速くて、どうしてもちょっと単調になりがちなフレーズって感じなんですけれども、それに、緩急を持たせたりだったりとか、リズム自体にゆとりを持たせたりとかっていうことができるようなフレーズになってますね。このフレーズの練習のやり方なんですけど、どうしてもこれ1拍ごとにお手足がすごいバラバラなことをやっちゃってるんで、いきなり全部やろうとすると結構難しいと思うので、1拍ごとにもうフレーズを分けちゃって、例えば1拍目が感じで一拍ごとに分けちゃって、もうそれを最終的に4拍分も組み合わせて1小節にしちゃうってやり方が、やりやすいんじゃないかなと思いますね。このフレーズにもう一個おすすめなやり方があって、スネアだけ使って、でこのフレーズに慣れてきたら次はキック、こんな感じで手とキックを組み合わせられたら、次はキックをダブルで組んでみる。ここまでできるようになってきたら、最後は右手をそのままライドに持っていってあげる。このフレーズ叩く時の注意点なんですけど、結構右手に意識をすごい持っていかれがちなフレーズになってしまっているので、しっかりとスネアとキックで2ビートを刻み続ける、でもう右手に意識を持っていかれすぎないっていうところを、意識できるといいかなと思います。でこのフレーズなんですけど、例えばチャイナシンバルとかスプラッシュシンバルとか、そういう他のエフェクト系シンバルでやってもらうと全然面白いフレーズになると思うんですけど、ライドシンバルでやるときだけ、このカップをちゃんと鳴らしてあげるっていうところを意識してあげるとすごいかっこよく聞こえるので、しっかりとアクセントつけてあげれるとすごい綺麗なフレーズになるかなと思います。はい、というわけで今回こんな感じで、8分音符の3つ割り2ビートフレーズ解説させていただいたんですけれども、このフレーズちょっと難易度高いフレーズにはなってると思うんですけど、手足分離の練習にもすごいもってこいなフレーズなので、ぜひ一度やってみてもらえるといいかなと思います。今回はこんな感じでした。本日もありがとうございました。さよなら。